ートレース玉川第46回関東日刊誌オートレース記者クラブ杯、4日間のショートシリーズはいよいよファイナル10レースの優勝戦を迎えています。出走メンバーは1号艇岸本博文、2号艇小林康、3号艇塩崎英二、4号艇宇野弥生、5号艇古田裕二、6号艇川村亮、以上のファイナリストです。幕張の最高のコースには去年11月デビューのスーパールーキーです。2度目のファイナル、そしてデビュー5度目の本戦ということですが、初優勝どうでしょうか。1号艇石本博文です。2コースには2号艇小林康、ここ制して地元東京三条制覇となるでしょうか。3コースには坂田の優勝がかかります。3号艇小崎英二、そしてその後方4号6下げていきました。刺激の勝ちパターンに持ち込むかという4号艇の弥生が4コースです。5コースには5号艇古田裕樹、当地9回目の参戦、この水面初入室です。6コース6号艇川村亮、大外枠ではありますが目が離せません、玉川投手です。26名第12レース優勝戦です。新人から新人さん、まず第4名です。ああ大丈夫だ、よかった、よし、助け、レース